こんにちは、こんばんは。おはようございます。本日はですね、ファンダメンタルズ、テクニカルともにですね、非常に魅力的なハイマックス、えー、ご紹介していきたいと思います。で、なぜこのハイマックスが今ですね、非常にいいのかっていうところもですね、えー、そこの根拠も含めてご説明していきたいと思いますので、気になった方はぜひぜひ、はい、あの、ウォッチしてみてください。という形で、えー、ハイマックスなんですけども、どんな会社かと言いますと、金融機関向けですかね、主に。はい。まあ、クレカとか流通系もやってますけども、 に向けに SI システムインテグレーターの会社になってます。はい、まあ。システムの企画から設計、開発、メンテナンスまで一貫して行う会社が、えー、はい、MAX でして、えー、時価総額は144億っていう形で小さいものの非常にファンダメンタルズが良い会社になってますと。で、まず、配当ですね。はい。高配当メ柄カって3.2%配当にもある今ございまして、かつ、優待も1000円相当のクオーカードが3末にもらえるよっていうところで、かなり魅力的な会社かと思います。インカム。はい。 でして、えー、PR が12.5倍、ROE が10.2%、自己収入率が約80%ございますので、財務的にも非常に安定しておりまして、稼ぐ力も十分な会社ですね。はい、時価総額が低いので、グロース銘柄かと思いきや、まあ、そういうわけではなくて、まあ、どちらかというと、インカムも狙いつつですね、まあ、ある程度のキャピタルも狙えるような、えー、結構安定した銘柄かなという風に個人的には感じています。 で、業績なんですけども、売上高も直近5年5.2%増収基調という形で安定して売上伸ばしておりまして、EPS、BPS ですね、一株当たりの純利益、一株当たりの純資産というところも安定して右肩上がり基調。そして、 配当の原資になる EPS が上がっておりますので、配当も増配基調という形になってまして、今期は40円の大幅増配ですと。で、この大幅増配の要因なんですけども、連結配当成功40%目途っていう形で配当政策を掲げましたので、まあ、それに伴いまして、配当というところが増配しております。無理な配当ではないんですね。あの、増配ではないですね。はい、という形になりまして、この配当なんですけども、今期だけ特別化。 と思いきや、来期も増配すると思いますと。で、その根拠なんですけども、まあ、ハイマックスの、えっ、ー、と、決算の補足説明資料の7ページが、えー、7ページにですね、えー、受注高及び受注残高の状況っていうのが書かれてますと。まあ、受注高っていうのはですね、まあ、あのー、今時点、まあ、取引先契約済みの、はい、あのー、案件を 金額、換算したものが受注高でして、受注残高の方は、その受注高から、今期の売り上げを除いたものですね。今期の売り上げ見込みになるものを除いたものが受注残高っていう形になりまして、まあ、つまることの将来の売り上げですね。はい。 で、受注高の方もプラス16.7%増えておりますし、受注残高の方もプラス24%増えているというところで、まあ、契約、あの、案件も増えております。案件拡強。まあ、需要が堅調ですね。案件拡強で、かつですね、えー、将来の売り上げも伸びているよっていうところで、将来の売り上げが伸びるということは、将来の営業利益が伸び。将来の営業利益が伸びるということは、つまることの一ーあたりの純利益が伸び。 一株あたりの純利益が伸びるっていうことは、配当が増配されるっていうストーリーですね。まあですので、受注残高も伸びているという形で、将来の案件も割拠、あの、売り上げも、まあある程度約束されておりますので、まあかなり高い確率で、えー、来期っていうところも増配されるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。まずこれが、配当が増配されつつですね、え、ファンダメンタルズもかなりいい。 え、っていうところで結構魅力的な会社かなって思う点ですね。インカムが魅力的で、かつファンダメンタルズも良い。で、もう一個が、チャートなんですけども、チャートも本当に素晴らしくてですね、まあ、先ほどご説明した通り、ファンダメンタルズがいいので、基本的にはですね、株価っていうのは上昇トレンドに入ってますと。で、冷やしでちょっと短期的なところを見ていきたいんですけども、短期的なポイントで見ていきますと、 えーと、株価一時ですね、1500円というところが上場来最高値になっておりまして、まあコロナショックからの戻りっていうところでかなり1500円ぐらい上がったんですけども、そこから一回下落して、今ですね、えー、ここのタイミング、ちょうど今時点で高値更新できずに結構下落してるんですね。なので、ちょっと保有のタイミング難しいかなとは思うんですけども、まあ、この下落って何か要因で下落になったかっていうと、まあ、 権利落ち日ですね。はい。まあ、あの、後配当銘柄でもございますし、しかも優待もあるというところで、3末の権利落ちで結構株価下落しているよっていう形にはなりますので、まあ、特に悪いことがあって下落したわけではないので、まあ、そんなに気にしなくてもいいかなと思いますと。 はい。で、さらに、えー、じゃあ、この下落がいつまで続くのっていうところは、まあ、正直なところはわかりませんが、まあ、ポイントとしてはいろいろ見ていけるポイントはあるのかなと思いますと。まあ、例えば、出来高ですかね。まあ、出来高の方は、出来高が急増すればですね、えー、増えていくとトレンド転換ですね。買いたい人と売りたい人がどん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 増えていくっていうことは、まあ、つまりトレンドが変わる前兆でもあるので、まあ、ちょっと今出来高が細い、あの、 昔に比べ、あの、ここの部分に比べると細いので、ここがもうちょいまた上がってくると、もしかしたらトレンド転換がするかもしれません。まあ、教科書的には出来高が上がるとトレンド転換するっていうふうに言われてますけども、まあ、ちょっとそれは出来高は難しいかもしれませんね。はい、で、次、マック d ですね。MacD と呼ばれるものは、と直近の株価に、 重きを置いたような移動平均線になっておりまして、まあ上に示しているような移動平均線20日と75日、そして120日と200日っていう形で私最近ちょっと4つ移動平均線使ってるんですけども、 えっと、まあ、これは単純な移動平均線で、例えば20日の移動平均線だったら、直近の20日っていうところを単純に足してからそれを20で割ったようなものにはなるんですけども、まあ、MacD の方は直近の株価ですね。一番最近の株価だけかける2倍とかにしてから、まあ、少し重みをつけたようなものが MacD ですと。で、この MacD の方は今、あの、トレンド入りにあの、5、デッドクロス形成して、形成しておりまして、下落しておりますので、まあ、これがですね、 まあ、あのー、上昇トレンド、ゴールデンクロスとか形成されるタイミングっていうのは短期的にですね、トレンド転換が変わったっていう形にはなりますと。で、一方ですね、えっ、ー、と、中期のトレンドだとか長期のトレンドっていうのはもう今時点で上昇トレンドにはなっておりますので、この短期的なところが今やや、えっ、ー、と、下落しているっていうところになりますので、この MacD がゴールデンクロスするようなタイミングっていうのは、まあ、短期的なですね、移動平均線が 上昇トレンドになろうとしているタイミングにはなりますので、で、えっ、ー、と、結果それが上昇トレンドになりましたら、長期も中期も短期も上昇トレンドになるっていう形になるので、株価上がっていくんじゃないかなと思います。なので、この MACD とかを、えー、がゴールデンクロスするかどうかっていうところを見ていくと、ポイントとしてはですね、保有タイミングとして結構適切なんではないかなっていうふうに私は考えます。であとは RSI ですかね。株の買われすぎ、売られすぎを表す指標で、押しレれた明けの指標ですけども、まあ、こちらも、 強化書的には RSI30 ですかね。えー、下回るようだと株価は売られすぎっていう風には言われておりますので、まあ、このファンダメンタルズの良さで結局、あの、株価が下落している要因が権利地っていう形になりますので、ちょっと RSI30 まで下がるかどうかっていうのは、 わかりません。もしかしたら40ぐらいで反転するかもしれませんし、35ぐらいで反転するかもしれませんけど、もし30まで落ちるようなことがあれば、あの、売られすぎっていう形でちょっと逆張りにはなるんですけども、買いのタイミングとしてはありかなと思います。はい。なので私がもし保有するとすれば、この MacD がですね、ゴールデンクロス、 形成しまして、短期トレンドのですね、トレンドが変わるようなタイミングになれば、すべてのトレンドが上昇トレンドになるので、そのタイミングで保有したいなって思います。ただ、株価の下落が止まらずに、なので MacD がゴールデンクロス形成されずに、どん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 株価が落ちていくようであれば、RSI の30ですかね。まあ、ここら辺をめどに逆張りで保有するっていうのはありかなっていう風な形で、今は考えてます。はい。まあ、ハイマックス1200円、まあ、1250円ぐらいにはなりますので、 まあちょっと配当もいいですし、ファンダメンタルズいいので、保有しよっかなっていうふうに私は思ってますね。はい。まあなので、インカムが好きな方っていうのはこのハイマックスですね。まあ今の利回りと、えっと今の優待の内容で、えー、いいなって思った方はですね、保有はありかなっていうふうに考えてます。はい。という形で、 簡単ではありますけども、えー、このハイマックスがいいなって思ったところは、そういう形にな、えーと、そういうところになってまして、そういうところっていうのは何かと言いますと、ファンダメンタルズが良くて、かつ、インカムが魅力的ですね。で、将来の配当ってところもある程度約束されているっていうところと、テクニカル的にもですね、今下落しておりますので、まあ、あのタイミングでも狙ってから保有っていうことができる、えー、状況だっていうところで、はい、ハイマックス面白いかなと思いました。 はいや、そんな感じですかね。まあ、決算の補足説明資料とかも、もちろん売上とか営業利益だとか、えー、サービス別の売上高とかっていうところも、まあ、いろいろ情報は載ってますけども、個人的には、この受注高、受注残高っていうところが一番重要かなと思ってます。はい。<coughs> そんな感じですかね。 はい。で、目安とする連結配当成功の水準は30%から40%引き上げだっていうところも情報としては大きいと思いますので、そこら辺も加味してっていう形ですね。で、ちょっとあんまり <laughs>、あの、この決算セ 決算単身自体の説明はしてないんですが、まあ特に特筆すべき言葉はございませんので、割愛したいなと思います。まあ売上も営業利益もですね、伸びてますし、まあ財務も問題ないですし、配当も増配してくれてますし、はい、通気予想も情報修正入ってから増収増益基調ですし、って形にはなりますので、まあ第3クォーターの決算ではありますけども、第4クォーターも、はい、安定して、 いい決算が出るかなと思って、第4クォーター時点の通期、来期の通期ですね。2023年度の予想っていうところも、おそらく増配になるんじゃないかなと思ってます。はい。という形で、えー、簡単でありますけども、えー、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。